ちは、ゴービヨンド2年のももです。私は卓球会場では試合結果の入力を、コールボール会場ではアスリートの誘導を行っていました。セレモニーの音楽とともに堂々と入場してくる選手の姿や、ビクトリーブーケを手に肩を寄せ合って記念撮影をしているアスリートの姿にとても胸が熱くなりました。ももがボランティアやってたから、あの競技見たよ、初めて見たけど結構面白いんだね、という声をかけてもらったことです。これからも私自身がパラスポーツの魅力に浸り、それを発信できたらいいなと思っています。